お得意があるパピーでございます。婚約記念日のお話素敵だったって、すごいよね。結婚記念日と別に婚約記念日でお祝いって言ってお花買ってきたり、あと婚約記念日の記念でご飯も家族で行ったんですよ。エリは別知らんかったからさ、婚約いつしたとかさ、そうなんだと思って。ディン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 。娘の生誕ティーを部屋着にするのがかっこいい。そう、パパエレの生誕 T シャツとかいつもパジャマにしてるHKT のグッズの T シャツ大体寝巻きにしてる。パパなんかファンの方が作ってくださった生誕パーカーとかもう全部研究生の時からのやつずっと着てくれてます。パパね、物持ちいいんだよね。もうずっと同じのずっと着てるんですよ。あのほら15歳の時の私の生誕ティーの黄色いね、ここに15って書いてあって、エレがデザインした生誕ティーもずっと着てる。もう穴開いてるんだけど、穴開いてるっていうなんか虫食ってるレベルでちょっと穴開いてるんだけど、それもずっとパパが着てくれてる黄色い生誕ティー、お気に入りだし可愛いよね、ずっと着てくれてるの。そうなんです。エレちゃんはそういうの嬉しいの？全然嬉しい。お風呂のアラーム鳴ってから結構経ってない。あんまり冷めないから大丈夫です。意外とずっとあったかい。職場でも来てます。嬉しい。今日エレグッズゲットできたし大切にするねって、ぜひ大切にしてください。ほんまや、50分終わるとか言って全然過ぎてた。パパ面白いですよ。パパは宇宙人って呼んでる、なんか面白いからではそろそろ終わろうかな。11時ですね。お風呂で怒られる前にね。はーい、お話しかありがとうございました。2日間ありがとうございました。ちょっと画角が近くなっちゃった。ありがとうございます。久しぶりに皆さんとお話できて嬉しかったでございます。あ、ちょっとやばい、足映った？あの履いてください、ちゃんと履いてるので充電がない。
あ、よかった、映ってない？よかった。ではでは、ありがとうございました。壇上読みます。13位、佐藤保さん。12位、クロちゃん。11位、ケンちゃん。10位、海北ケーマンさん。9位、タダタンタンさん。8位、鹿児島のつよぽんさん。7位、しおちゃん。6位、つかささん。5位、皇帝ペンギンさん。4位、福田オットセイさん。3位、テールさん。2位は特上ラビットコウキくん。1位、ケンセヨウさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ゆっくり寝ます。ゆっくり寝れます。お疲れんこーん、お疲れんこーん、ほんまにありがとうございました。ありがとうございました。眠くなってきた。お風呂に入って寝よう。皆さんも明日からお仕事、明日月曜日よね、お仕事頑張ってください。頑張ってね。あ、4月もよろしくお願いします。お話し会オンラインとかまた受付あったら待ってます。待ってるよ。今日はもう食べなくて大丈夫かな。なんかね、もうケータリング今日いっぱい食べたけん、てか変な時間に食べちゃって、食べたんで大丈夫です。ではありがとうございました。おやすみなさーい。バイバーイ。